これから中学3年生国語握手の授業を始めます。教科書18ページを開いてください。まずはこの物語について説明します。作者は井上久志さんです。この物語は井上さんの実体験が元となっています。物語の舞台の多くは光が丘天使園という児童養護施設です。児童養護施設とは、保護者がいない児童や家庭の都合で預けられた児童が生活をする施設のことです。主な登場人物は私とルロイ修道士です。私は物語の語り手で主人公となります。幼い頃に光が丘天使園に収容されました。ルロイ修道士は光が丘天使園の園長先生です。この二人の登場人物のやり取りによって物語は進んでいきます。握手の学習は全7時間で行います。今回の1時間目では学習の見通しを持つとともに判読を聞き初発の感想を書きます。2時間目から6時間目では場面を5つに分け、登場人物の心情や表現の工夫について読み取ります。そして7時間目では学習したことを踏まえ握手に関する批評文を書きます。批評文については教科書29ページの学習の窓を見てください。批評文とは根拠をもとに作品を評価することです。登場人物の生き方や描かれ方、表現の仕方などの観点をもとに作品の特徴や価値について自分の考えを持ちます。7時間目の時に批評文がしっかり書けるよう1時間1時間の学習で握手についての理解を深めていきましょう。それでは今回の課題を提示します。今回の課題は作品を読んで初発の感想を書こうです。先生が判読をするので、印象に残ったこと、疑問に思ったこと、主人公の心情や行動で気になったこと、表現の仕方で気になったことなどに線を引きましょう。その際、読み取りの注意点として一つ気をつけてほしいことがあります。この物語は現代と過去の話が混在しているため、描かれている場面がどちらの場面なのか考えながら聞いてください。それでは判読を始めます。握手、井上久志。上野公園に古くからある西洋料理店へルロイ修道士は時間通りにやってきた。桜の花はもうとうに散って、葉桜にはまだ間があって、その上動物園はお休みで、店の中は気の毒になるぐらい空いている。椅子から立って手を振って居所を知らせると、ルロイ修道士は、呼び出したりしてすみませんねと達者な日本語で声をかけながらこっちへ寄ってきた。ルロイ修道士が日本の土を踏んだのは第二次大戦直前の昭和15年の春。それからずっと日本暮らしだから、彼の日本語には年季が入っている。今度国へ帰ることになりました。カナダの本部修道院で畑いじりでもしてのんびり暮らしましょう。さよならを言うためにこうして皆さんに会って回っているんですよ。しばらくでした。ルロイ修道士は
大きな手を差し出してきた。その手を見て思わず顔をしかめたのは、光が丘天使園の子供たちの間でささやかれていた天使の実戒を頭に浮かべたせいである。中学3年の秋から高校を卒業するまでの3年半、私はルロイ修道士が園長を務める児童養護施設の厄介になっていたが、そこにはいくつかのべからず衆があった。子供の考え出したものであるから、別に大したべからず衆ではなく、朝のうちに弁当を使うべからず、見つかると次の日の弁当がもらえなくなるから、朝晩の食事は静かに食うべからず。ルロイ先生は園児がにぎやかに食事をしているのを見るのが好きだから、洗濯場の手伝いは断るべからず。洗濯場主任のマイケル先生は気前がいいから、きっとバター付きパンをくれるぞといった式の無邪気な代物で、その中にルロイ先生とうっかり握手をすべからず、2、3日鉛筆が握れなくなっても知らないよというのがあったのを思い出して、それで少しばかり身構えたのだ。この天使の実戒がさらに私の記憶の底から天使園に収容された時の光景を引っ張り出した。風呂敷包みを抱えて園長室に入っていた私を、ルロイ修道士は机越しに握手で迎えて、ただいまからここがあなたの家です、もう何の心配もいりませんよと言ってくれたが、彼の握力は万力よりも強く、しかも腕を勢いよく上下させるものだから、こっちの肘が月の上に立ててあった聖人殿にぶつかって腕がしびれた。だが顔をしかめる必要はなかった。それは実に穏やかな握手だった。ルロイ修道士は病人の手でも握るようにそっと握手をした。それからこのケベック郊外の農場の五男坊は、東京であったかつての収容児童たちの近況を熱心に語り始めた。やがて注文した一品料理が運ばれてきた。ルロイ修道士の前にはプレーンオムレツが置かれた。おいしそうですね。ルロイ修道士はオムレツの皿を覗き込むようにしながら寮の手のひらをすり合わせる。だが彼の手のひらはもうギチギチとはならない。あの頃は良くなったのに。園長でありながらルロイ修道士は訪問客との会見やデスクワークを避けていた。大抵は裏の畑や鶏舎にいて子供たちの食料を作ることに精を出していた。そのために彼の手はいつも汚れており、手のひらは菓子の板でも張ったように硬かった。そこであの頃のルロイ修道士の汚い手のひらはすり合わせるたびにギチギチとなったものだった。先生の左の人差し指は相変わらず不思議な格好をしていますね。フォークを持つ手の人差し指がピンと伸びている。指の先の爪は潰れており、鼻くそを丸めたようなものがこびりついている。正常な爪はもう生えてこないのである。あの頃ルロイ修道士の奇妙な爪について天使園にはこんな噂が流れていた。日本にやってきて2年もしないうちに戦争が始まり、ルロイ修道士たちは横浜から出版する最後の交換船でカナダに帰ることになった。ところが日本側の都合で交換船は出版中止になってしまったのである。そして連れて行かれたところは丹沢の山の中。戦争が終わるまでルロイ修道士たちはここで荒れ地を開墾し、みかんと足柄茶を作らされた。そこまではいいのだが、カトリック社は日曜日の労働を戒律で禁じられているので、ルロイ修道士が代表となって監督官に、日曜日は休ませてほしい、その埋め合わせは他の曜日にきっとすると申し入れた。
すると監督官は、大日本帝国の質量表は月月火水木金金、この国には土曜も日曜もありゃせんのだと叱りつけ、見せしめにルドイ修道士の左の人差し指を木槌で思いっきり叩き潰したのだ。だから気をつけろ。ルドイ先生はいい人には違いないが、心の底では日本人を憎んでいる。いつかは爆発するぞ。しかしルロイ先生はいつまでたっても優しかった。そればかりか、ルロイ先生は戦勝国の白人であるにもかかわらず、敗戦国の子供のために泥だらけになって野菜を作り、鶏を育てている。これはどういうことだろう。ここの子供をちゃんと育ててからアメリカのサーカスに売るんだ。だからこんなに親切なんだぞ。あとでどっと元を取る気なんだ。という噂も立ったが、すぐ立ち消えになった。おひたしや汁の実になった野菜が私たちの口に入るところを、あんなに嬉しそうに眺めているルロイ先生をほんの少しでも疑っては罰が当たる。みんながそう思い始めたからである。日本人は先生に対して随分ひどいことをしましたね。交換戦の中止にしても国際法無視ですし、木槌で指を叩き潰すに至ってはもう何て言っていいか申し訳ありません。ルロイ修道士はナイフを皿の上に置いてから右の人差し指をピンと立てた。指の先は天井を刺してブルブル細かく震えている。また思い出した。ルロイ修道士はこらとかよく聞きなさいとか言う代わりに、右の人差し指をピンと立てるのが癖だった。総理大臣のようなことを言ってはいけませんよ。だいたい日本人を代表して物を言ったりするのは傲慢です。それに日本人とかカナダ人とかアメリカ人といったようなものがあると信じてはなりません。一人一人の人間がいる、それだけのことですから。わかりました。私は右の親指をピンと立てた。これもルロイ修道士の癖で、彼はわかった、よし最高だという代わりに右の親指をピンと立てる。そのことも思い出したのだ。おいしいですね、このオムレツは。ルロイ修道士も右の親指を立てた。私は、はてな、と心の中で首をかしげた。おいしいという割には、ルロイ修道士には食欲がない。ラグビーのボールを押しつぶしたような格好のプレーンオムレツは、空気を入れればそのままグラウンドに持ち出すそうである。ルロイ修道士は、ナイフとフォークを動かしているだけで、オムレツをちっとも口へ運んではいないのだ。それよりも、私はあなたをぶったりはしませんでしたか？あなたにひどい仕打ちをしませんでしたか？もししていたなら謝りたい。一度だけぶたれました。ルロイ修道士の両手の人差し指をせわしく交差させ、打ちつけている姿が脳裏に浮かぶ。これは危険信号だった。この指の動きでルロイ修道士は、お前は悪い子だと怒鳴っているのだ。そして次にはきっと平手打ちが飛ぶ。ルロイ修道士の平手打ちは痛かった。やはりぶちましたか。ルロイ修道士は悲しそうな表情になってナプキンを折りたたむ。食事はもうおしまいなのだろうか。でも私たちはぶたれて当たり前のひどいことをしでかしたんです。高校2年のクリスマスだったと思いますが、無断で天津園を抜け出して東京へ行ってしまったのです。翌朝上野へ着いた。有楽町や浅草で映画と実演を見て回り、夜行列車で仙台に帰った。そして待っていたのがルロイ修道士の平手打ちだった。明後日の朝必ず戻ります。心配しないでください。
探さないでください」という書き置きを園長室の壁に貼り付けておいたのだが、ルロイ先生は一月間私たちに口を聞いてくれませんでした。平手打ちよりこっちの方が答えましたよ。そんなこともありましたね。あの時の東京見物の費用はどうやってひねり出したんです？それはあの時白状しましたが、私は忘れてしまいました。もう一度教えてくれませんか？準備に3ヶ月はかかりました。先生からいただいた純毛の靴下だの、つなぎの下着だのを着ないで取っておき、駅前の闇市で売り払いました。鶏舎から鶏を5、6羽持ち出して、焼き鳥屋に売ったりもしました。ルロイ修道士は改めて、両手の人差し指を交差させ、せわしく打ちつける。ただし、あの頃と違って顔は笑っていた。先生はどこかお悪いんですか？ちっとも召し上がりませんね。少し疲れたのでしょう。これから仙台の修道院でゆっくり休みます。カナダへ立つ頃は前のような大ぐらいに戻っていますよ。だったらいいのですが。仕事はうまくいっていますか？まあまあといったところです。よろしい。ルロイ修道士は右の親指を立てた。仕事がうまくいかないときはこの言葉を思い出してください。困難は分割せよ。焦ってはなりません。問題を細かく割って一つ一つ地道に片付けていくのです。ルロイのこの言葉を忘れないでください。冗談じゃないぞと思った。これでは遺言を聞くためにあったようなものではないか。そういえばさっきの握手もなんだか変だった。それは実に穏やかな握手だった。ルロイ修道士は病人の手でも握るようにそっと握手をしたというように感じたが、実はルロイ修道士が病人なのではないか。元園長は何かの病にかかり、この世のいとまごいにこうやってかつての園児を訪ねて歩いているのではないか。日本でお暮らしになっていて楽しかったことがあったとすれば、それはどんなことでしたか？先生は重い病気にかかっているのでしょう。そしてこれはお別れの儀式なのですね、と聞こうとしたが、さすがにそれははばかられ、結局は平凡な質問をしてしまった。それはもうこうやっているときに決まっています。天使園で育った子供が世の中へ出て一人前の働きをしているのを見るときが一等楽しい。何よりも嬉しい。そうそう、あなたは上川君を知っていますね。上川和夫君ですよ。もちろん知っている。ある春の朝、天使園の正門の前に捨てられていた子だ。捨て子は春になるとぐんと増える。陽気がいいから発見されるまで長くかかっても風邪をひくことはあるまいという母親たちの最後の愛情が春を選ばせるのだ。捨て子は大抵生命がわからない。そこで中学生、高校生が知恵を絞って生命をつける。だから忘れるわけはないのである。あの子は今、市営バスの運転手をしています。それも電子園の前を通っている路線の運転手なのです。そこで月に一度か二度、駅から上川君の運転するバスに乗り合わせることがあるのですが、その時は楽しいですよ。まず私が乗りますと、こんな合図をするんです。ルロイ修道士は右の親指をピンと立てた。私の癖をからかっているんですね。そうして私に運転の腕前を見てもらいたいのでしょうか。バスをブンブン飛ばします。最後にバスを天使園の正門前に止めます。停留所じゃないのに止めてしまうんです。上川君はいけない運転手です。けれども、そういう時が私には一等楽しいのですね。一等悲しい時は、
天使園で育った子が世の中に出て結婚しますね。子供が生まれます。ところがそのうちに夫婦の間がうまくいかなくなる。別居します。離婚します。やがて子供が重荷になる。そこで天使園で育った子が自分の子をまたもや天使園へ預けるために長い坂をとぼとぼ登ってやってくる。それを見るときが一等悲しいですね。何も親子二代で天使園に入ることはないんです。ルロイ修道士は壁の時計を見上げて、汽車が待っていますと言い、右の人差し指に中指を絡めて掲げた。これは幸運を祈る、しっかりおやりという意味のルロイ修道士の指言葉だった。上野駅の中央改札口の前で思い切って聞いた。ルロイ先生、死ぬのは怖くありませんか？私は怖くて仕方がありませんが。かつて私たちがいたずらを見つかった時にしたように、ルロイ修道士は少し赤くなって頭をかいた。天国へ行くのですから、そう怖くはありませんよ。天国か、本当に天国がありますか？あると信じる方が楽しいでしょうが、死ねば何もない、ただむやみに寂しいところへ行くと思うよりも、にぎやかな天国へ行くと思う方がよほど楽しい。そのためにこの何十年間神様を信じてきたのです。わかりましたと答える代わりに、私は右の親指を立て、それからルロイ修道士の手を取ってしっかりと握った。それでも足りずに腕を上下に激しく振った。痛いですよ。ルロイ修道士は顔をしかめてみせた。上野公園の葉桜が終わる頃、ルロイ修道士は仙台の修道院で亡くなった。まもなく一周忌である。私たちに会って回っていた頃のルロイ修道士は体中が悪い腫瘍の巣になっていたそうだ。葬式でそのことを聞いた時、私は知らぬ間に両手の人差し指を交差させ、せわしく打ちつけていた。判読は以上です。画面の視点や線を引いたところを参考にして感想を書きましょう。一度動画を一時停止して、感想が書けたら再生を押してください。それでは書き始めてください。感想は書き終わりましたか？今後の学習で今の感想をもとに考えを広げたり深めたり、考えの変化を実感したりしていけると良いですね。では最後に、今後の学習に向けて物語を5つの場面に分けます。1場面はルロイ修道士と再会する場面、2場面は天使園での様子を思い出す場面、3場面は上京したエピソードを思い出す場面、4場面はルロイ修道士が上川君の話をする場面、5場面はルロイ修道士との別れの場面です。次回は第1場面を学習します。また今回の学習でわからなかった語句の意味調べや進出漢字の確認を各自で行いましょう。それでは握手の1時間目の授業を終わります。